きっかけは、大学に入ってからこういったスケッチをするようになったので、このスケッチをなんかこう活かせるかな、ないかなと思った時にちょうどこのコンピを見つけたの で、パラレルユニバースというテーマだったので、こう何かわからない空間というのをこうぶつけてみようかなと思って参加させていただきました。テーマはすごい面白かったんですけど、結構その、まあ、何かわからない空間をこう結構作るのを目指してたわけじゃないですけど、勝手にできてきたので、それをどう評価されるのかがちょっとわかんなかったですけど、まあ、なんか模型作れなかったのがすごい残念ですけど、まあ、こういった絵で表現できたのはとても良かったなと思います。ポイントは、その、まあ、自分が昔からこうずっと行ってきた、まあ、落書きだったりとか、その、まあ、無意識に逃げることでのスケッチを、表現したところがポイントです。受賞した時はすごい嬉しかったです。で、まあ、今回初めてのコンペだったので、それでの表彰もすごい嬉しかったです。でも、まあ、やっぱ最優秀取れなかった悔しさっていうのはあるので、またいつかリベンジしたいなと思います。そうですね。まあ、今まではこうスケッチを描くだけで終わったのを、まあ、こう建築のコンペでこう表現できたのは、自分の中ですごい成長できたきっかけだと思うので、とても大きかったです。夢かわからないですけど、今日思ったのは、なんかこの自分が描いたこういったスケッチを、なんかいつかこう、なんか空間、現実のものにできたらいいなと考えてます。